皆さんおはようございます。水野井です。朝の6時48分です。朝っぱらから、ね、出かけております。いやこの中町役所っていう場所はねいつも渋滞するんですよ。ほんとここどうにかすればいいのにね。どうにもならんのかな。ここほんと通るの鬱陶しいんですよね。行きも帰りもね絶対ここ通らないといけないんで、もうなんとかしてここの渋滞を避けようといつもね考えながらね行ったり帰ったりしてますけども、結局ハマるっていうね。ということで今日なんですが、冒頭の画面で見ていただいたと思うんですけども、うん、やっぱならないな。あの冒頭ねディスプレイを見せたと思いますが、今 KTRC を切っております。オフにしてます。はい、これなんですけども例のもたつきのお話です。先日ですね ZX4R リコールが出まして、プラグを交換するというね作業をしていただきました。でその際に低回転時のもたつき云々っていうね症状があるということでメーカーからも発表があったんですけれども、結果例の ZX4R 特有のなんかもたつきみたいなのは解消、僕の場合は解消されませんでした。でまあ症状についてはねもう皆さん分かってると思うので割愛しますけれども、その一部でダメですねやっぱり。コメントでトラクションコントロールが悪さしてるみたいですよっていうねお話をいただいてました。でオフにすることによってなんかねその KTRC がオンオフで年長マップがなんか読み込み方が違ってくると、なんかすごくその詳しいコメントをいただきましたんで、まあ要は KTRC を切ってたらあのもたつきは改善されるかもしれませんということでね情報をいただきたんですよ。で今実際ね KTRC を切って試しているんですけれども、これ結論から言いますとやっぱりもたつきます。はい、うん、だから KTRC はどうなんでしょうね。あのひょっとして僕のそのなんだろう思ったのは、この KTRC 云々っていうのはひょっとしたらそのサーキットとかで走ってる方のお話なのかなって思ったんですね。要は低速でガンと全開にするような乗り方って、まあ、まず街乗りだとしないんですよね僕なんかは。でもそうするとやっぱり変わらず2000回転ぐらいからねこうちょっと加速してくれないんですよ。ボーってちょっとこう詰まるような感じで、俺は KTRC オンでもオフでも変わらない状態です。ただその方とは別に僕もねあの旧ツイッターの方で見たことがあるんですけども、なんか加速がもたつくからサーキットで走ってる話でね、加速がもたつくからなんだろうと思って、で KTRC を切ったら下からスムーズに回るようになりましたっていうねポストをね確かに僕も見たことがあるんですよ。なのでもっとこう分回すような乗り方をするとその KTRC っていうのがなんか影響するのかもしれないですね。ちょっとそういう感じなので今試してみたんですけども、うん、今のところね変わらずです僕の場合は。結局ですね、うん、なんかこの症状ってなんだろうな、なんかあのトラクションコントロールとはちょっと別なような気がしますね。ちょっとわかんないんですよね本当に。これ納車されてからずっとこの現象で、まあ一番今答え正解を導き一番近い正解を導き出しているのが MotoGP さんというあの ECU の書き換えのチューニングができるところですね。あちらの製品でのいわゆるもたつく帯域2000回転から2500回転、3000回転前ぐらいのそこの部分の年長がすごく濃くなってるっていう風になんかねあったんですよ。濃くなってる理由がちょっとわかんないんですけども、でもとにかくそこでもたつくのはなんかそこで年長が悪さをしてるのかな、なんかちょっとよくわかんないですけどもっていう一つの、ね、答えが出てるんですよ。でそこを ECU で年長マップを書き換えることによってもうスムーズな加速をするようになったと、もうすでにねもう交換してる方々からそういう報告が上がってるので、少なくとも僕が今言ってるもたつきっていうのは年長マップの問題だと、思ってます。で僕もね多分そうだと思ってます。ただあのプラグ交換によってリコールによって確かに解消したっていう方もいらっしゃるので、どうなんだろうこれ別の問題なんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。いや本当に困った症状ですよ。サーキットみたいにこうね遠慮なくガンと開けていけるような場所になってくるとまた違うかもしれないですね、この
KTRC を切ったことによって。ただ、まあ、行動でそれをちょっと試すことは難しいというか、あまりやりたくないので、普通に乗っててね、なるんであればちょっと問題なんですけど、もうすでにね、皆さんも多分やってると思うんですよ、この症状に苦しんでる方。対処法っていうのがあります。それはもう単純、3000回転以上で発進するです。でなるべく回転を、まあ、3000回転近くまで維持する、例えば右折待ちでこう待ってる時とか、あと坂道とかでハンクラッチとかをね、駆使してなるべくこう、ね、持たせるという感じですね。そういう乗り方をすれば、まあそういう風にもたつくことはないです。でもたつかないよっていう人は多分ね、もう元からそういう運転が身についてる方だと思うんですよ。400とはいえやっぱり中型なんで、そのトルクがそんなに大型ほど太くないという風な前提で乗ってるような人とかだったら、多分煽り気味につなぐと思うんですよね。だからそういう症状を、まあ、感じなかったということじゃないかなと思います。まあ、とにかく、現状ね、その ECU の書き換えをまだされない方、する予定がない方はそういう乗り方をね、身につけてると思いますけれども、基本的に低速、特に低速ですね、1速2速ぐらいで走るぐらいの低速域はなるべくつないだ時にも3000回転を超えるようなイメージでつなぐとほぼ出ません、その症状はね。だから今ね、その乗り方ですごくなんかどうしても被るんですっていう方は、ちょっとそういう乗り方を試していただけたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、 KTRC 切ってちょっと走ってみましたけども、やっぱり、ちょっとね、解消はしてないです。はい、残念ながらね。情報いただいて、ね、ありがとうございました。ちょっと僕の 4R では解消はしませんでした。よいしょ、はいい天気になりそうですね、今日もね。さあ問題はね、来週末の日曜日、あと10日後ぐらいの名古屋入り壮行会。今のところね、予報はね、午後から雨っていうような表示になってて、あーもたついてる午後から雨の予定になってて、できたらまあ走行するのは午前中なので、ひょっとしたら持つんじゃないかなと思うんですけどね、雨に濡れながら帰りたくはないので、まあできたら曇りもしくはね、やっぱ晴れて欲しいですね。今こそね、今年は晴れ男だっていうところを証明するために、当日はねノーレインで行けたらいいなと、なってほしいなと思ってます。さあということで、もたつきのねお話をちょっとねしました。まあ、僕が考えるのは、やっぱもたつきの理由というのは2つあるんじゃないかなというお話でした。1つはそのプラグの問題で、もう1つはその、燃焼マップの問題で、その2つがなんか多分別々でなんか多分あると思うんですよ。まあ突き詰めていったら最終的に同じ原因になりそうな気はするんですけども、まあ何にせよ、僕のね、4R のもたつきっていうのは未だにまだ解消されてないというね報告でございました。まあその症状で苦しんでる方は、さっき話しましたように3000回転以上でつなぐように意識してもらうといいと思います。はい、ということで以上、みそねぎでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。